彼と比べてもいうか彼よりも技術的にはもうだいぶ上の、人なんで、で嵐に仕上がれで松潤に教えた人が結構テレビでも露出してる方なので、ぜひこれ貴重なんで見てください。それでは福祥介さんよろしくお願いします。はい、小宮さんこんばんは。はい、ありがとうございます。では今からですね、最後の素晴らしい、マジックの後にですね、すみません、私普段着で来ておりますけども、そんなね、失礼しております、はい、スタンダイ、僕はちょっと見ていただくんですが、皆さんのお顔を見ておりますと、僕は実といえば川上のお三方ね、ちょっとその川上のお三方に、張り相撲屋の一等賞ね、あ、それですごい、ありがとうございますね。はい、今から見ていただきますのはですね、最先端の馬術ね、あんまりもうマニアックでね、ちょっと皆さんついてきてくださいね。で、腹話術ってどういう芸かと言いますと、錯覚の芸でございます。錯覚ということでしっかり見てもらうためなんですよ。で、僕から目線をね、特に僕の口元ね、こう動いてるかどうかね、で、腹話術の難しいのはご存知ですか？パ行、マ行、パ行ですね。破裂音と言われる音がですね、上の唇と下の唇合わせて、パーンとこうね、弾かれてね、だからパイナップル用語だら人間の口、パイナップルでさ、違うんですよ。さあ、そういうところがどうなってるか。ね。生むき、生米、生卵、生むき、生米でやらないと出ないんですけど。ああ、すいません。すみません、うるさいんでね。はい、おはようございます。はい、ということで。うわー！どうもどうもどうも。いや、何をしてんだよ。うわー！帰ろうか。なんでや。おっさんばっかり。おっさんばっかり。そんな失礼なことできない。うわー！これやったら、どっかで見たことある。どこ見たことあるの？そうそう。天王寺動物園。いや、天王寺動物園。世界の珍獣なんて見た。いや、失礼なこと言ったね。さあ、今日はですね、ね、この腹話術、皆さん初対面なんですけど、この腹話術の、ね、原因はね、実はね、非常にもう大変なんですよ。ああ、分かってくれる？分かる分かる。収入が困ってて将来性がない。誰もそんなこと言ってます。腹話術は、自分の声と、これね、お人形の声ね、これをね、切り替えながらこれ出していく、これなかなか難しい芸は思いません。いや、そんなことや、この腹話術人形。ちょっと待って、どう見て、この僕が腹話術人形に見えるんですか？宇宙の場合。あ、宇宙の場合。僕はどの声出して、君の声を出します。いや、そんなこと言うか、違いますよ。僕が自分の声を出して、あなたの声も出してます。違います、僕です。いや、僕です。僕です。僕です。ほんならね、うん、今から僕が黙ってるから。うん。コルちゃん、一人で喋ってみ。ああ、いやいや、喋ります。何度でも喋ります。皆さん、聞きましたか？聞いていただきました。今からね、この人形が、一人で喋るんで、僕一切喋りませんよ。はい、喋る言ってますので、皆さん、聞いてあげてください。はい、聞いてください。できますよ、僕喋れんで。はい、どうぞ。すいません、早押しゃべらんかいや。無理やろ。ね、わかりますか？人形だけでね、声を出すことはできないんです。諦めなさいよ、ほんま。そんな顔したらなかんじゃん。ね、ね、もう諦めて。何回だと声出へんでしょ、もう。あ、声出へんかった。声出へんかったやな。ほんならな！どうしたんですか？今から、僕が終わったから。あ、クルちゃんが黙ってるから。お前一緒に喋っていい。簡単な話ね。はい、わかりました。クルちゃんが黙ってるから僕が一人で喋ってやるよね。そうや。わかりました。じゃあ黙っておいて。黙っとこう。Yeah.
ちょっと。どんなか知ってるか。どうぞ、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 どうぞ。わかった、わかった。行け、行け、行け。いいよ、そのどこでしゃべってるのに、どこで違う、やめて、お前ら、お前ら、やめて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